防衛省統合幕僚幹部のツイートをご紹介。昨日、太平洋、オホーツク海、日本海及び東、シナ海において領空侵犯の恐れがあったため、中部航空方面隊等の戦闘機が緊急発進し、対応しました。防衛省、自衛隊は、引き続き、我が国の領域と国民の皆様の平和な暮らしを守るため、24時間365日、 対応に万全を期していきます。このツイートに寄せられているリップラインもご紹介いたします。一つ、日本の国防を毎日になっていただき、ありがとうございます。二つ、連日のスクランブルお疲れ様です。皆様のおかげで我々国民は日々安心して、何気ない日常生活を過ごすことができます。本当にありがとうございます。これからも体調にはお気をつけて、 国防をよろしくお願いいたします。三つ、ほぼ、日本の全州で SC、中路が連携していたではと思いますが、これには、危機感を覚えずにはいられません。四つ、連日、他方面へのスクランブル対応お疲れ様です。いつもありがとうございます。五つ、こんな時は、ステルスじゃなくてソラ大空ミサイル満載の F15、15ですね。以上。 ご視聴の皆様からの感想もコメントよりお聞かせください。よろしくお願いいたします。